ヨーロッパウナギはウナギ科に属する魚類の一種。ヨーロッパに分布する唯一のウナギであり、古代から食用魚として利用された長い歴史を持つが、個体数は近年著しく減少している。2007年にワシントン条約の付属書に記載され、2009年から貿易取引が制限されている。ヨーロッパウナギの分布域。欧州全域の河川に幅広く分布する。 スカンジナビア半島、バルト海から地中海及び国海沿岸にかけてヨーロッパ全域の河川に生息する。モロッコなど北アフリカの一部にも分布する。他のウナギか魚類と同様に夜行性、訂生性で普段は川底の泥や岩陰に潜んでいる。マイン川、クズルウルマク川など、戦後日本にヨーマン種苗としてこれらの地域から 大量輸入され、養殖された。さらにうなぎの数が減って問題になると、地域の漁協による義務放流が始まり、養殖されていた安価なヨーロッパうなぎが放流された。この結果、日本各地の推計において、ヨーロッパうなぎを含む外国産うなぎが輸入分布していることが確認されている。海で産卵していることは推定されていたが、 産卵場がどこにあるかは長らく不明で、生活史は謎に包まれていた。1920年代になって、ようやく、デンマークの海洋生物学者であるヨハネス・シュミットが、バミューダ諸島周辺で生まれたばかりの飼魚を採取し、サルガスソ海で産卵が行われていることを突き止めた。サルガスソ海で冬から春にかけて孵化した飼魚は、辛いわしいうわの魚類に共通する特徴として、 レプトケファルスと呼ばれる独特の形態をとる。レプトケファルスは3年程度かけて成長しながらメキシコ湾流に乗ってヨーロッパ各地の沿岸に運ばれる。死魚は川口域で変態しガラスウナギを経てエルバーと呼ばれる稚魚となり河川に遡上する。淡水域でオスは6から12年、メスは9から20年かけて成長する。成熟した個体は目が大きく。 頭部が尖るようになり、体色は暗い銀色になる。うなぎの生活完成成熟に達した個体は再び、海に降りて、サルガス疎海に向かい、生涯一度きりの産卵を行う。公開した後の制御は餌を取らず、4から7ヶ月かけて、ほぼ一直線に産卵場を目指すことが、標識個体の追跡調査によって明らかにされている。川口域で捕獲される。 公開直前の個体からは成熟卵が一切見つからないことから、サルガスソ界への移動中に全ての卵形成が行われると見られている。近年の遺伝子解析によれば、繁殖は同じ河川あるいは同地域の私有同士で行われ、産卵場で出会った他地域の個体間によるランダムなベアリングは起きないことが示唆されている。なお、自責の解析から、 河川遡上せず生涯を海で過ごし成熟する個体や、河川と海を複数回行き来する個体がいることが明らかとなった。本種と同様に、サルガス素海で産卵を行ううなぎとして、アメリカ大陸東岸の河川に生息するアメリカうなぎーロストロタが知られる。ヨーロッパうなぎとの関係には、不明な点が多く、両者を同種と考える研究者もいる。外見は、 日本ウナギエイジャポニカとほぼ同様で、細長い円筒形の体を特徴とする。メスの方がオスよりも大きく成長し、最大で130センチメートル程度になる。価格は上あごよりもやや長い。ヒレはすべて軟上で構成され、腹気を欠く。背びれ、尻びれは非常に長く、おヒレと連続し、総ヒレ長数は500本以上に達する。背びれの騎士部は、 胸びれよりも後方に位置し、尻びれは肛門のすぐ後ろから始まる。椎骨は110から120個。ヨーロッパウナギのゼリー寄せ非常に古くから知られてきた魚類の一種である。その記録は古代ギリシアにまで遡り、アリストテレスは本種が高学海遊をしていることを示している。沿岸や河川で捕獲される個体が成熟した卵を持っていないことは当時から知られ、 本種がどこから来て、どこへ行くのか、様々な憶測を生んできた。前述のアリストテレスは、地中からヨーロッパウナギが生じると信じていたほか、古代ローマの博物学者であったダイプリニウスは、体から剥がれ落ちた皮膚の破片から稚魚が生まれると考えていた。これらの高を無形な仮説は、1887年に、イタリアのメッシーナ海峡で成熟卵を持つメスが、 発見されたことにより、初めて科学的に否定された。さらに、それまで別種の魚類と考えられていたレプトケファルスが、うなぎ類の飼魚であることも判明し、ヨーロッパうなぎの生活史は、急速に明らかにされていくことになる。食用魚としての歴史も長く、欧州各地で干物、塩漬け、燻製、フライ煮込みや秋魚など、様々な調理方法で利用されてきた。 ロンドンイーストエンドのうなぎゼリー寄せなど郷土料理として知られるものもある。日本のうなぎと同じように捕獲したシラスうなぎを制御まで育てるヨーマン城もヨーロッパ各地に存在する。19世紀には加工に大量に押し寄せたヨーロッパうなぎであったが乱獲や工業化に伴う生息環境の拡乱によって資源量は著しく減少しており、近年では 絶滅が危惧されている。ヨーロッパウナギについては、1990年代に、稚魚を中国で養殖し、日本へ輸出する販路が定着し、輸出が本格化すると主言は激減した。稚魚の乱獲が主な原因と指摘されている。1859年に捕獲された個体が長らく、スウェーデンの民家の井戸で飼育されていたが、2014年に死亡が確認された。 約155年にわたって飼育されていたこととなる。ありがとうございます。